泉市で回収された鶴の死骸から鳥インフルエンザウイルスの陽性が確認されました今シーズン、鶴の陽性は初めてです鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たのは泉市でおととい回収された野鳥のナベズルとオナガガモの死骸です県によりますと、昨日鹿児島大学で遺伝子検査を行ったところ、陽性が確認されました 毒性の強い抗病原性かどうかについては、1週間ほどで結果が判明する見込みです。県内では今シーズン。これまでにカモや鶴のねぐらなどから鳥インフルエンザが検出されていますが、鶴の陽性反応は初めてです。泉市は今日会議を開き、抗病原性が検出された場合の対応などを確認するということです。